き止まり？ここが最深部ってこと？何あれ、なんだかすごくおぞましいもののような。もしかしたらあれがライムたちの思いが届かない元凶なのかもしれない。一体何なの？調べてくるよ。ちょっと危ないよ。少し触るだけだって。こういうのはリーダーに任せて。これ私の、私が元凶ってこと？あなたは、あなたは何者？答えはもう見つけた。なるほど、私ってことか。この世界でいろんな人と出会った。いろんな思いをもらって絆を得た。すべて私だけの特別、私だけの宝物だから。私は星崎青、他の何者でもない。きっとそれでいいんだ。でもそうして得たものすべてをあなたは捨てることになる。オリジンに思いを届けて作る世界、それはあの子たちが望む元の場所に似た世界。そしてそれは同時にあなたがいた世界でもある。あなたはこれから作り出される未来から来たんだよ。え？じゃあ私は元の世界に帰るだけ？なら悩む必要なんてないじゃん。みんなで私の暮らした世界に行けるなら。あなたはみんなに出会えない。誰よりも分かってるでしょ。生まれ直したあなたはあなたが知っている通りの人生を送る。普通に生まれて、普通に成長して、普通に学生になって、そしてまた。え？雫世界にやってきて世界を作り直し、すべてを忘れて生まれ直す、その繰り返し。あなたがそうすることであの子たちの平和な未来が約束される。しかしあなたには何も残らない。ねえ、あなた本当に私、なんでそんなこと知ってるの？あなたは。それに触れた時、私は私ではない何かになった。それは世界を超えた存在、世界の全てである。
どこにでも存在するもの。だからそれはそこにあった。そして私が私である限り、必ず私がそれに触れる。お前もそうだっただろう。だからここで諦める。終わらせろ。それか、お前がこの永遠から抜け出す唯一の方法だ。やだ、私はみんなの思いを未来につなぐ。たとえ私がどうなろうとも。あなたが立ちふさがるというなら、倒してでも先に進んでみせる。そっか、ならもう語ることはないね。その思い証明してみせて。違う、これって一体。青ちゃん、一体何があったの？あったんだ、最後の敵と。最後の敵？私たちの思いをとどめていた元凶だよ。あいつを倒せば全部終わる。みんなついてきてくれる？もちろん。勝つんでしょ、あれに。勝ってオリジンに思いを届けて新しい世界に行く。私たちならできるよ。いればきっと大丈夫です。みんな、前にもこんなことがあったな。そうだ、悩んでる場合じゃない。私はみんなの大切な日常を守るために戦うんだ。ねえみんな、最高の夏休みだったと思わない？この世界での暮らし、すっごく楽しかった。まるで毎日が夏休みみたいだったなって。でもそれももう終わりにしなきゃ。学校でまたみんなと会うために。やろう、みんな。私たちならできないことなんて何もない。帰ろう、私たちの日常に。終わらせよう、私たちの夏休みを。私たちの意地を見せてやろう。こんな箱みたいなのに負けるわけにはいかないもんね。油断しないで。仕掛けます。きっと一筋縄じゃいかない。こんな形だからこそ何をしてくるか分かりません。気をつけて。
行くよ。行きましょう。大丈夫ない。これがいい。まだまだいけるでしょ。いつでもやれます。決める。当たって。簡単には終わらせてくれないってわけか。こりゃ相当怒ってるね。望むところだよ。だって怒ってるんだ。ちょ、めっちゃ強そうじゃない。いつでもやれます。じゃあ決める。仕掛けます。これがいいわね。決める。仕掛けます。大丈夫ですか。極めます。
める。甘いです。私が支える。見えてます。傷を癒します。まだまだいけるでしょう。じゃあ甘いです。私に帰ってみんなで晩ご飯を食べるために、私は負けられない。いつでもやれます。大丈夫ですか。まだまだいけるでしょう。決める。仕掛けます。大丈夫ですか。やん、行くよ。いつでもやれます。
諦めの思いをみんなに。大丈夫？みんな。なんとか。よかった。全員無事で。うん。ここは本物の屋上みたいだね。装置は止まってる。世界の再構築はどうなったんでしょうか。少なくとも思いを一つにまとめることはできた。あとは待つのみということですか。この世界とももうお別れなんですね。
オチン、どうしたの？ねえユズ、雫世界に残された時間ってあとどれくらいなのかな。わかんないけど、もって一日かな。一日か、何日も何日もこの世界で過ごしてきたからさ、そう思うと一日って短いね。うん、私ギリギリまでこの世界で過ごしたい。いろんなものを作ったり遊んだり、長い間みんなと一緒に過ごして愛着も湧いちゃった。でもこれが最後の一日、誰と一緒に過ごそうかな。そうだな、何かに使えそう。あの日、空から灰が降ってきて、人生は大きく変わってしまいました。灰はいろんな人の人生を狂わせたんだね。はい、でもうまくいけば再構築された世界に灰は降らない。私たちの人生は未来につながれて正しい道に戻る、そういうふうに考えていたんですが、少し納得がいっていないことがあって。納得がいっていないことって？正しい道ってなんだろうって。もし仮に灰のない世界の人生が私にとっての正しい道だったとすると、今の人生は間違った道ということになってしまいます。私はそうは思いたくない。確かに辛いことも大変なこともたくさんあった。でもそこでしか得られないものもあったはずなんです。この人生だって私の正しい道だった。それが否定されてしまうような気もしていて、少しだけ怖いです。そうだな、私からこうだって言えることは少ないけど、きっとどっちが正しくてどっちが間違ってるかなんてないんだろうね。今の世界のことを次の世界では覚えていないかもしれない。だとしても私はこの世界での思い出や経験が全部無駄になるとは思わないな。星崎さんは意外としっかり自分の考えを持ってますよね。意外は余計ですけど。失礼しました。灰がない世界でどういう人生を歩むのかまだ想像がつきません。でも私は私の人生が好きです。再構築された世界でも私は変わらず喫茶店のお手伝いをしていたい。うん、きっと新しい志保さんもエプロン姿の似合う素敵な店員さんになってるよ。ありがとうございます、星崎さん。
まあ思い残すことはないかな。うん、いよいよお別れだね、この世界とも。もし成功すれば私たちは平和な暮らしに戻れるんだよね。日和さんでもやっぱり不安？うまくいくって信じてる、信じてるけど、でもやっぱり不安だよ。肺がなくなれば、肺さえなければ私だって生きられるはずなんだ。でもそんな簡単な話なのかって疑ってる自分もいる。うん、それにここでの生活も元の世界での思い出もなくなっちゃうなんて。望む通りの世界が再構築されるとは限らない。それに再構築後の世界でもまた同じような人生を送れる保証もない。もしかすると元の世界の友人と新しい世界では友人になれないかもしれない。クノさん、もし私が新しい世界で生きていけるとしても、皆さんとは出会わない方がいいでしょうね。まだそんなこと言ってるの？何にも気にしてないのに。私が気にするんです。あーちゃん、何か考えてる？ああ、確かに私も不安だなって思う。でもそれと同じくらい期待もしてる。期待？なんだろう、ふわっとしてるんだけど、飽きるほど聞いたセミの声も、毎日変わり映えのしない通学路も、嫌だった補習も、ずっと退屈だと思ってたあの世界だって、きっと今なら輝いて見えると思うんだ。だから楽しみ。私はそう思ってるよ。あおちゃん、うん、きっとそうだね。世界の終焉。結局最後まであおちゃんに助けられちゃった。そうですね、今の私たちがいるのは星崎さんのおかげです。青がいなければできなかったことがたくさんある。私はあんまりその実感はないんだけどね。それでもうのです。ありがとう青ちゃん。心、私こそだよ。私この世界に来てからずっと考えてた。こんな平凡な私に何ができるんだろうって。柄にもなくリーダーなんかやっちゃったりしてさ。こんな私だからやっぱり大失敗もしちゃったりして、それでもここまで来れたのはみんなのおかげ。みんなが支えてくれたから私は今ここに立ってる。みんなと出会ってこの世界を回っていろんな記憶を見て、みんなの大切を知って、そうしてたくさんの思いに触れて、私は多分退屈な毎日を過ごしてた頃とは違う自分になれたんだ。私何かできたのかな。
みんなに何か返せたのかな。たくさんもらったよ。青が思うよりずっとたくさん。星崎さんがいたから私たちはつながれたんです。青ちゃんからもらった思いで私たちはつながって結ばれてるんだよ。みんなありがとう。これが本当の最後。気づけばあっという間の夏休みだった。でも私たちは結ばれてる。私たちがそれぞれの日常に戻ったとしてもそれだけは絶対に変わらない。だから怖くない。やばい、シャイを見る。